クロだってな。叫んなよ、無理やりやらせといて。次の対戦が決まり次第連絡する。分かってるとは思うが、逃げることはできないぞ。俺は戸田をやってねえ。それを証明してこんなとこさっさと出てってやるよ。泰山先生、こいつをしっかりメンテナンスしてやってください。せめてあと1試合くらいは勝てるように。体重70キロ、体脂肪 13% ってところだな。以前左腕に骨折ありか。なんでわかんだよ。俺はお前がおふくろにおっぱいもらってるとこからやってんだ。そのぐらいわかるよ。よし、始めっか。気持ち悪いな。俺はおっさんに触られる趣味なんかねえんだよ。先生、入ります。お遅くなりました。買ってきた包帯、ここ置いときますね。ああ、ありがとう。すぐ終わるから隣で待って。はい。あ、チアス、この間知ってんのか。いいえ。ちょっかい出すなよ、お前殺されんぞ。先生、そういう言い方やめてくださいっていつも言ってるじゃないですか。はいはい。彼女なんでこんなとこに。あの子は久喜の娘だ。マッサージを習いにここに手伝いに来てる。気になるのか。そんなこといいか、お前自分のこと心配した方がいいんじゃないのか。矢沢とも。それがドラゴンヒートで敗れた分の末路だ。いらっしゃいませ。参拝の件は本当すんまへんでした。どうもどうも。すいません、すいません。どうも。ああ、どうもどうも。今日は何？赤。赤ワインです。ああ、白のが良かったけどね。赤のが良かった。戸田の件は突然のことで大変でしたな。心配無用だ。犯人にはきっちり落とし前をつけさせる。それだけのことだ。せやけど、このカムロ町で久喜組に喧嘩を売るとは、犯人もええ度胸してやる。あ、ええ度胸といえば、あのこの間のドラゴンヒートのあの若いガキ、あれ名前何て言ったっけな。右京達也。そうや、そうや。ほんま笑わしてもらったな、あれはな。まさか久喜さんのところにあんな飼い犬がいたとは。そんなに強いの、その坊や。何やよりか、もう興味持ったんか。女が強い男に興味を持つのは本能よ。どうやろ、久喜はん、次の右京のマッチメイク、うちのもんとやらせるっちゅうの。それはいい。あいつは今ドラゴンヒートで一番客の呼べる男やからな。話題のルーキーの対戦となればでかい額が動きますよ。どないでっか。いいね、面白い。ドラゴンヒートのさらなる繁栄のために。乾杯。乾杯。乾杯。難しい話は終わった。おお、グッドタイミングや。失礼します。失礼します。お久しぶりです。覚えてる。覚えてますよ。嬉しい。
おめえらあいつのダチか。天馬。手間連れて逃げろ。お疲れちゃん。どのモニターを見ろ。てねえっつってんだろうが。じゃあどうしてあのところにいたんだ。ん？ちょっと見たかったんだよ。殺人現場なんてめったに見れねえしよ。ずいぶんと歯切れ悪いな。事件直後、お前があのビルから出てきたという目撃証言があるんだよ。何しに行ってたんだ。連れがよ、戸田といざこざ起こしちまったんだよ。それで戸田をやったのか。その連れってやつも共犯か。事件っつってんだろ。やめろ。おら、あつや。あれ、なってよ。お前そうやっていつまで姉さん悲しませたら気が済むんだよこの野郎。姉ちゃん関係ねえだろこれ。関係あるわよ。お姉さんどうやってここに。これまで達也は何回一人に来たと思ってんだよ。あの一般の方はここには。弟がいつもご迷惑をおかけして。いやあの保護者として二度と悪さしないようにもうしっかり監督しますから。今回はいつものほどとは違いましてね。まさか少年課でもない竹中さんが令状もなしに無理やり未成年を逮捕したなんてことはないですもんね。じゃ失礼します。行くわよ。はい姉さん。いつも達也しつけえぞおっさん。戸田のバッグには東条会九九組が絡んでる。奴らとは関わんじゃねえぞ。分かったな。ああはいでしょ。暴力女いいんすか。仕方ねえだろ。まだ確かな証拠はねえんだ。達也何なのよ登場会って。別に何でもねえよ。たく普段の行いが悪いからこういうことになるんだからね。あっちおおかえり。ちょうど美味しいホットケーキ焼けたところだ。おかえり。ただいま。よし。おう遅かったな。
ただいま。じゃねえよ。おい、お前ら何勝手にくつろいでんだよ。ハルト君たちがあんたが警察に捕まったって教えてくれたんだよ。感謝しなさい。ちょうど竹中に連れてかれるとこ見たからさ、大丈夫だった？大丈夫じゃねえよ。おい、てめえのせいでこっちはかったりことばっかだ。知らないよ。お前が勝手に暴れて勝手に巻き込まれたんだろ。俺がいなきゃな、お前今頃東京湾で素潜り記録更新中だぞ。集中すんだよお前ら。いつもやめなよ二人とも。やめなよ。何すんだよ。やるなら損だ。何が悪いだよ。めっちゃ焦げてんじゃねえか。俺のも食べれるよ。食えねえよこれ。お前いいのか病院抜け出して。他人の心配してる場合じゃねえだろ。竹中お前のこと疑ってんだぞ。おい、まあ、どうってことねえよ。もっと厄介なのは茎組だよ。お前が戸田を殺したことになればあいつら見逃してくんねえぞ。俺も東京湾で素潜りか。冗談言ってる場合じゃねえってマジで。そういえばさ、え、天満を連れて逃げ出した時なんだけど、妙なやつとすれ違ったんだ。妙なやつ？うん。凡事のタトゥー。ニュースいたか。天馬は朦朧としてたから覚えてないかもしんないけど、あのビルって確か殺された戸田の会社以外店舗は入ってないよね。ってことはそいつも戸田のところに。もしかしたらそいつが戸田を。ちょっと人探し。凡事のタトゥー入ってる。探してんだけどさ。凡事のタトゥーが入った男探してんだけど知らない？先輩、ちょっと右腕。凡事のタトゥーあれですよね。凡事のこれ凡事のタトゥーあれですよね。おう。はい、俺差し入れ。おー、サンキュー。ごめんな、開店前に。どうしたの、こんな時間に。いや、ちょっとさ、聞きたいことがあって。出たんでて、あー、ド M でしょー。いやいや、ちょうどよ。ダメー、ダメだ、ダメだ。ボンジのタトゥー、16歳。腕にボンジのタトゥー知ってる？知らない。しかさ、ボンジって何？そりゃ、あれだよ、あのジョン。それってもしかして、ボンジョビ？最近のわけにも凡事も知らねえのかよ。お達也、紹介するよ。この店のナンバーワンのゆりかちゃん。俺の中学の時の先輩で、親父の元愛人。どうした？いや、彼女結構顔が広いから力になってもらってんだよ。お前懐深いな。うーん、君が右京達也くん。わかった。なんか情報あったら連絡する。あー、疲れたね。ねえ、ご飯食べてきません？あ、いいです ね。じゃあさ、カラオケ行かない？先輩今疲れたって言ってたじゃないですか。もう歌いたくてさ。カラオケの中で食べちゃおうよ。私お金下ろさないとダメだな。おごりですか？あれ、あ、なんでも。やった、ごちそうさまです。ありがとうございます。工藤さん、はい、最後鍵お願いね。じゃあね、お疲れ様です。一緒にカメラも誘いません？あ、はい、無理。どうしてですか？だってさ、あの子がヤクザなんです。やっぱその噂って本当だったんだ。怖いよね。知らなかった。ちょっと噂聞かせてください。早く行くよ。すげえ練習してるからヘルプしてほしいのか。来ないで、大声出すわよ。この痴漢、夜の公園で逆上がりしてる女の方がよっぽど危ねえだろ。どんだけ鉄棒好きなんだ
あんたに関係ないでしょ。ちょっと待って、頼みがあるんだ。君のはおやすさんにお願いしてほしいんだ。俺のこと許してあげてって。つか許すも何も俺何もしてねえし、だから君からも事情を説明してほしいんだ。娘の言うことだったら聞くだろう。で俺を自由にしてほしい。嫌よ。なんで？あの人と私は赤の他人だから。ええ、だってあんな人が父親だなんて絶対認めない。そんなに逃げたきゃあの人殺せば。そういうのがあなたたちのやり方なんでしょう。おう、ハルト。タツヤ、凡事の男を見つけた。っていうか見つかっちゃった。おい、どこにいんだよ。エレベーターねえのかよ。行くぞ。ハルト、押せよ。もう少しでこいつ殺すとこだったよ。やめろ。で、お前なんで俺のこと探してんだ。は？自分の胸に聞いてみろよ、おっさん。まあいいや、目障りなやつは消すまでだ。No.
待てな。ごめん、二人とも大丈夫？うん、あの野郎、やっぱりあいつが戸田を殺したのかな。まだついてますよ。はい、今すぐ来い。どうした？あ、休養ができちまった。もうちょっと待てよ。お前誰のために動いてると思ってんだよ。悪い。ねえ達也、うちらに隠してることとかある？バカ、そういうんじゃねえ。一体お前どんな日常生活を送ってんだ。ドラゴンヒートでお前体調管理してる俺の身にもなってみろ。お前次のカードが決まった。3日後の夜10時、対戦相手は日向翔だ。知れば迷う、迷えば負ける。俺たち用なしってことか。ヤクザなんて最低。うちがあんたの身柄を引き受ける。ドラゴンヒートで俺に勝ったら何でも答えてやるよ。黒豹龍が如く新章がヤングマガジンで好評連載中です。達也や天馬が暴れまくってます。もちろんあのドラゴンヒートの戦いも。ヤングマガジンを買って黒豹の世界を楽しんでください。